88式鉄棒88式鉄棒は自衛隊や海上保安庁、警察で使用されている戦闘用ヘルメットである。鉄棒と称しているが実際には繊維強化プラスチック製である。自衛隊では監修上戦闘用ヘルメット全般を鉄棒と呼称している。平成25年度予算より改良型の88式鉄棒2型の調達が開始されている。 88式鉄棒を着用した第一空挺団の隊員1988年に66式鉄棒の後継品として開発、採用された。1978年より技術研究本部での部内研究が開始され、1982年より試作が行われている。1988年1月に正式化された。対談繊維の複合素材で、 防護性能は公開されていないが、66式に比べ、向上したとされており、開発中には、模擬派片弾に対する対弾性能試験や 155mm、榴弾による性爆試験などが実施され、主要な性能が確認されている。諸外国で使用されている、軍用ヘルメット同様、小銃弾の阻止は不可能と思われる。66式に比べて軽量化されたとはいえ、 それなりの重量があるため、軽作業や演習以外での車両操縦、平時の経営などの比較的安全な業務にあたっては、簡易保護棒として、工術の厨房2系を着用することが多い。災害派遣においても厨房が使用される場合が多いが、2014年の御嶽山噴火の際には、噴石対策として88式鉄棒が使用された。 他に66式からの改善点は、64式 7.62mm 小銃の小順時において、小門と鉄棒の日差しが干渉しないよう、鉄棒の形状を考慮したことなどが挙げられる。66式と同様、光線訓練装置の受光器を、鉄棒オイやヘッドバンドという形で装着できるほか、通信機の対等式操縦機及び空中戦装置を装着できる。 前述のように鉄製ではないが、自衛隊での正式名称は鉄棒であり、隊員にはヘルメット全般の通称として鉄パッチと呼ばれている。これは日本陸軍時代からの伝統であり、88式に限らずヘルメットはすべて鉄パッチと呼ばれる。また一部ではプラスチック製のヘルメットをウソパチ、プラパッチと呼ぶ場合がある。 アラミド繊維強化プラスチックを用い、66式の単一サイズとは異なり、特大、大、中、小の4種類のサイズがあるので、多様な頭部のサイズに対し、ほぼ100%のサイズ適合が確保されている。また、66式との最大の違いは、66式が外棒と中棒の組み合わせであるのに対し、88式は FRP を使用した。 単一構成ということである。本体と内装固定具の色は陸上自衛隊が OD 色で海上自衛隊では薄い灰色が航空自衛隊では灰色が用いられている。米軍のパスグッドヘルメットと同じフリッツタイプであるがパスグッドヘルメットよりも側頭部や後頭部が浅く作られており形状もより丸みを帯びている。初期納入型には 防体表面を滑り止め加工していたが、現在納入されているものは、艶消し塗装のみの滑らかなものである。88式鉄棒2型を着用した、西部方面普通科連隊の隊員。外観上で、識別可能な変更点は4点式、顎紐のみである。平成25年度予算から調達が確認されている88式鉄棒の改良型ヘルメット。 性能を維持したまま重量を10%削減し、顎紐を安定性の高い四点式に変更、さらに内装にクッションパッドを採用すると、着用する隊員の負担軽減を狙った設計がなされている。四点式、顎紐は後頭部の形状が H 型であり、全体的な構成についてはアメリカ特殊作戦群が採用しているファストヘルメットと似ているが、 アメリカ海兵隊の LWH のように顎当ての大きさがベルクロで調節できるようになっている点など独自の設計になっている。内装は88式で採用されていたハンモック式を改良したものになっている。アメリカ軍のアヤ LWH は防体の中に直接ベルクロを装着して、それにクッションパッドを貼り付ける方式を採用し、 クッションパッドの配置位置の自由度の向上や部品点数の削減に成功しているが、2型の場合は、ハンモック式の内装は変更されていない。変更された部分は、機体や側頭部の汗取りバンドであり、これがクッションパッドに交換されている。重量については性能を維持したまま、軽量化されているが、棒体の形状には変化がない。これは、 マスグッドヘルメットの形状を変更せずに新素材の採用によって軽量化した LWH と同じ設計思想である。あは伏せ打ちの際に視界に干渉し、照準の妨げになるとして、ひさしの部分を廃したが、2型や LWH ではそのまま残されている。4点式、顎紐の採用により、鉄棒量側面の2点式、顎紐装着用のネジ穴が廃止された。 アメリカ陸軍と海兵隊が配備を開始しているエッジは、超高分子量ポリエチレンの採用で、小銃弾の阻止を可能としているが、新潟については、防御性能は88式鉄棒と同程度とされていることから小銃弾は阻止できないと思われる。平成26年度予算では6000個が3億6435万3228円で調達されており、単価は 約6万円となっている。平成28年頃から防衛大学校、会場、航空自衛隊でも調達開始。陸海空自衛隊で広く用いられているほか、海上保安庁や警察でも使用されている。作業棒の上に鉄棒をかぶった、海上自衛隊員陸上自衛隊では1990年代の初頭より徐々に更新が進み、現在では陸爆、 方面直轄の後方触手などを除き、ほぼ全ての部隊で使用されている。個人用暗視装置、JGVSV8 の配備開始からは、同装置を装着した際の安定性を高めるため、三点式、顎紐と覆いが支給されている、暗視眼鏡用の鉄棒覆いは前方にマウント、取り付け用のネジを通すための穴が開いているほか、後部には、 暗視メガネとのバランスを取るためのおもりを入れる袋が縫い付けられている。また、第一空挺団用も存在しており、顎紐が三点式で全部に空挺団のマークが描かれている。三点式や四点式の顎紐が、戦人やレムスサプライといった自衛隊向けの装具メーカーのものや、海兵隊の LWHO などの払い下げ品を、 死物や部隊単位で購入して使用している部隊も存在する。多いは新型迷彩のほか、旧迷祭、砂漠用、部隊訓練評価対応、V8 用などが存在する。アシス構成品として、新型鉄棒が公開された際は、大いに偽装ゴム用のループがなく、また装着もせず、代わりに、米軍様の偽装用の穴が多い自体に開けられていた。 また暗視装置課題の装着方法がネジ1個から3個になり、前縁に引っ掛けるための金具がなくなっていた。航空自衛隊では基地警備隊で使用されているほか、教育隊機関中における地上戦闘訓練でも使用されている。鉄製でないため、88式ライナーとも呼ばれるが、前述するように鉄鉢の故障も根強く残っている。現行の明細多いのほか、 旧命祭と旧砂漠名彩、イラク派遣時の砂漠名彩がある。海上自衛隊では護衛艦,艦艇の乗員や陸警隊で使用されており、艦長乗員の作業用ヘルメットとしても使用されている。日本海軍時代のように略防や作業棒の上に鉄棒を着用することも多い。多いは装着せず、艦船用では防隊に役職や配置をステンシルしている。 一般的に戦闘部署までの通路上に部署マイラックに収納してある。陸上戦闘服、新潟用の迷彩王位が存在し、基地警備訓練等での使用が確認されている。表面は艶消し塗装のザラザラとした質感がある。新潟では陸地と同様のツルツルの塗装である。近年は立県対応に黒色、または灰色の鉄棒王位が用意されている。 巡視船の乗員や特別警備隊、特殊警備隊などで使用されている。現在は後継の兄より更新されている。2007年に発生した町田仕立てこもり事件や愛知立てこもり事件で現場に駆けつけた警察官や機動隊員が使用しているのがニュース映像などで確認できる。自衛隊のものとは異なり黒や水色の塗装がなされ、顔を 銃弾から防護するバイザーが取り付けられたものも確認できる。なお、警視庁や神奈川県警で採用されている薄いグレー色のフリッツ型ヘルメットは、暴力弾などで多用されるトカレフに対応するために製作されたものであり、88式とは別の製品である。自衛隊の正式装備であることから、自衛隊の登場する作品での出演頻度は高いが、 漫画やアニメ作品などでは、アメリカ軍などのフリッツタイプのヘルメットと混同され、安く、アメリカ軍のものを参考に作画されているために88式とは、形状が異なって描かれていることも多い。映像作品では、パスグッドヘルメット、もしくはそれのレプリカ品を使用しているために、本来の自衛隊の装備品とは、細部が異なっているものが着用されているものも見られる。ありがとうございます。